この動画をご覧の皆さん、こんにちは。伊丹市ではこれまで給食のことをもっと身近に感じてもらおうと、夏休みの7月下旬に小学校の家庭科室を利用して親子料理教室を実施してきました。この親子料理教室ではビビンバやカレーライスなど小学生の皆さんから人気が高い給食のメニューをおうちの人と一緒にチャレンジしてもらってきました。昨年は新型コロナの影響により残念ながら実施することができませんでした。今年こそはと私たちも楽しみにしていましたが、1年が経った今も新型コロナの影響が収まらないためとても残念ではありますが、今年も実施は難しいと判断しました。しかし給食の美味しさや素晴らしさ、力を合わせて料理をすることの楽しさを一人でも多くの皆さんに感じてもらいたいという思いから、この度人気の給食献立の調理手順を動画で発信することにしました。この動画を見ていただいた方はぜひそれぞれのご家庭で伊丹市の学校給食のおすすめメニューの調理にチャレンジしてみてください。またこの動画を見られた感想や実際に料理をしてみた感想がありましたら、小学校給食センターのホームページからご意見をいただければ幸いです。では早速親子料理教室動画バージョンをご覧ください。今から料理前の注意点と給食センターで給食調理をしながら行っている衛生管理についてお話しします。まずは注意点です。調理で使用する道具で包丁と野菜の皮を剥くためのピーラーがあります。この2つは鋭い刃があるので気をつけてください。包丁を持つ手はしっかり柄を握り、反対の手はこのように指を軽く丸めて野菜を押さえます。包丁の側面を指の関節に当てて切るようにしてください。ピーラーを持つ手は持ち手をしっかり握り、野菜はまな板に置き、反対の手で押さえて皮を剥いてください。他にもフライパン、鍋を使用しますが、こちらは調理が始まると持ち手以外が熱くなりますので、やけどに注意しましょう。次に給食センターで調理の際の衛生管理についてお話しします。衛生管理において一番の大切なことは食中毒を起こさないことです。食材の取り扱い方も食材についている細菌の多さによって変わります。野菜は少ないですが、肉、魚などは多いです。もやしは例外で細菌が多いため肉と同じように扱います。給食センターではもやし、肉、魚などは素手で触らず手袋を着用し、切る順番も最後にしています。エプロンも変えて着用しています。もやしや肉を触った後は必ずしっかりと手を洗いましょう。食中毒を起こさないためにはしっかり火を通すことが大切です。食材に火が通っているかを確認するため、調理の途中、食材の中心温度が75度以上、1分以上あるか温度計で確認します。温度が確認できたら次の工程に移ります。料理が仕上がった時も75度以上、1分以上温度があるか確認します。確認できたら料理の完成です。万が一食中毒が発生した場合、どの工程において原因があったかを調べるために、調理前の原材料と完成した調理済み食品を取って冷凍保存しています。今回の動画はその様子も見ることができるので注意してみてください。それでは手を洗って調理を始めましょう。
。